ただいま3月7日の8時7分です。はい、本日はですね、昨日と一昨日にあった、雪上キャンプと、スキーですね、スキーとかスノーアクティビティですね。まあ、こちらでね、楽しかったのは楽しかったんですけど、結構、体力を消耗しまして、本当に泥のように、眠くなって、実は、これ今やってる時に寝癖っぽいのがついてるかと思うんですが、実は起きて、結構すぐでしたね。起きてすぐに、津倉さんから電話がありまして、で、まあ正直、まあ何ですかね、雪が除雪が必要なほど降ってるとは思ってなかったんで、結構油断してましたね。そしたらいきなり、電話がありまして、まあ除雪してほしいというようなですね、連絡だったんですね。で、今これ、こちら山口さんがやってますけれども、多分最初山口さんに電話がつながらなかったんだと思われるんですが、私の方に電話がかかってきまして、それでまあ急いでね、除雪に来たわけですね。これはね、オロナミン C を1本ずついただきました。で、ここでですね、まあ、山口さんとはちょっとお別れになります。で、自分のね、家の前を除雪しまして、まあ、車をね、入れれる状態に、します。実は車はね、昨日のこの、動画の前の日はですね、いつも止めてるところじゃなくて、うちの奥さんの車が止まってるところの、まあ、隣にね、止めてたんですね。まあ、なぜかそれで、ここはね、行きは別に除雪しなくて済んでたんですけれども、まあ、帰りね、今私の車を入れてるところに安藤くんが車を入れますんで、自分の車はこの家の隣にね、入れるということになります。意外とね、積もってますね。で、水で、後でね、溶けるんで、これはですね、このまま、ある程度は家の前に、置いておきます。最後に、動画の最後にね、どれぐらい溶けてるかちょっとね、ご覧いただけますので、まあ、そちらもね、お楽しみにしていただければというふうに思います。それでね、無事に、車庫にこう車を入れたわけですね。で、続きましては、池谷分校の坂の除雪をします。で、もうこれもね、最低限だけ、坂の部分だけね、人が通りますんで、そこだけね、除雪しようと思います。まあ、さすがにね、坂の除雪をしないと、ちょっとね、長靴でもですね、もしかしたらこう長靴の上までね、長靴の上から雪がね、ちょっと入ってきかねないような、まあ、そういったぐらいの量になってます。で、やってる間に結構ね、雪が降ってきたんで、ちょっと上着を取りに、行ってきました。意外とね、まあ本当この週末だけで、雪収まるかなと思ってかなり油断してました。で、私たちの除雪の出動もなかったんで、まあ、完全にね、盲点でしたが、まあいきなりね、まあまあ降ってきましたね。あとでね、ちょっと足の高さどれぐらい、降ってるかっていうのをちょっとね、見ていただきますんで、そちらちょっとご覧いただければと思います。ちなみに積雪の量はね、この辺りまで来てますんで、長靴のね、中にこう入り込んでくる可能性もあるぐらいの、まあ、そんな量です。はい、普段はね、いちいちこうやってね、ちょっとこう透雪機がカメラの外からはみ出すなっていう風になったらね、いちいち持って帰ったりしてですね、カメラの位置をずらして、まあ、撮影をしているわけなんですね。はい、まあ、それでこううまーくくっつけてね、ちょっといい感じでね、ディゾルブって言ってこうもわーっとこう動画と動画の間をくっつけるようなね、まあ、そういった編集をして、まあ、滑らかにね続いてるような感じに、してるんですけれども、その辺がですね、ちょっとさっき、戻ってきてる、ところをね見ていただきましたけれども、まあ一回一回ね、ああやってね、ちょっと手間かかってるわけですね。まあセルフ撮影で、やってますんでですね、まあこれはもう致し方がないわけなんですけれども、で、今ですね、安藤くんがですね、まあ通勤してきましたね。で、安藤くんが今階段のねところをちょっと片付けて、くれてました。おそらくね、この除雪がなかったら安藤くんのね足も大変になってたんじゃないかなと思います。
ますんでですね、まあやっぱりこれね結構除雪必要ですね。なんかかなり降ってますねこれね、動画を見てみると結構なんか2月真っ最中、その大雪真っ最中ぐらいのね、降り方になってますね。これはちょっとねこの時期油断しかけた、この時期だとねなかなかねちょっと調子狂いますね。やっぱりこう何でもそうですけれども、なんかその気になってる時とか、ちょっとこう緊張感がある時はね、まあなんか耐えれるんですけど、こう油断した時っていうのがね一番なんていうか答えますんでですね、まあ壁の雪のね壁の高さもね、またねなんか結構上の方こんもりしてきましたですね。はいはい、終わりました。今日はね3月7日なんですけれども、まあちょっとね昨日も一昨日もね雪が降りまして、今日ちょうど夜中にね結構ね降ってたようですね。ここの池谷の道路は除雪が来てました。ただ我々が建設会社さんでやってる街中はね、除雪がなかったようで連絡がありませんでしたので、昨日の動画でもちょっと言いましたけども、キャンプ雪上キャンプでねもう寒すぎても全然寝れなかった分、昨日は温泉行った後ねぐっすりこっちに帰ってきてすぐに寝たんで、多分9時か9時、過ぎぐらいにはね寝たんですけど、まあぐっすり寝て8時前ぐらいまでねもう泥のように、眠ってました。久しぶりにね、あったかいところで寝て、気持ちよかったですね。はい、ということでね寝てる間にね雪がいっぱい降ってましたが、まあやっぱりねこの時期なんで降ったって言っても、まあ、そこまで大したことなかったですが、やっぱり除雪ねまだまだ、たまにね必要になる、場合がありますんでね、ちょっと気をつけて、生活をしないといけませんね。また今日もね別の動画で定点観測やりますが、おそらくねまた高さがまだ元に戻ってるんじゃないかと思いますが、まあそういうね日々の移ろいの変化もねちょっとお楽しみに定点観測ね気になる方はぜひ見ていただければと思います。で、まあ、定点観測のね動画も定点観測だけやっててもちょっと芸がないので、まあ近況をね少しね盛り込んでいくようなね形でお話も入れていきたいなと思ってますんで、お楽しみにして、いただければと思います。それではね、どうも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。終了時刻はね9時8分でしたね。はい、お昼になりましたらねこちらの家の前がねだいぶね溶けてますね。はい、やっぱ水の力素晴らしいですね。水もなんかですね、すごい勢いがね増してますね。一時期に比べてかなりなんというかこう雪が溶けてきたせいかですね、水の勢いがすごくなってきてます。はい。